おいっす、こんにちは、メイリです。撮影時間、今、深夜の2時58分ですね。はい、一人かくれんぼができるのは3時からなんで、あと2分後ですね。知ってますか、一人かくれんぼってね。怖い話はやめましょうか。苦手な人も多いので。僕はね、結構ホラー好きなんですよ。心霊スポットバリバリ行く派なんで、広島はもうだいぶ行き尽くしたんで、いいとこあったら教えてください。不法侵入で捕まらない程度の場所を探しております。今回はゼロコアを使っていくんですけど、神秘の次元がもう今日の昼の12時には裏が来ちゃうと。で、まあ裏は裏でね、タイプ指定があったりで、まあ表の価値が下がるほどではないかな。裏もさ、魔法石初クリア報酬なんかいくつかくれればいいのにね。85個とは言わないまでも。はい。妖精はいいよ。まあ妖精チャレンジャーは別のダンジョンであるからあれだけど。まあちょっと石欲しいなって思いました。ゼロコア使うんですが、リーダースキルが三つ光闇の同時攻撃ダメージ軽減。これ何%？ちょっと待ってよ。PDC さんいらっしゃい。この PDC はね、すごい更新が早いんで、ここをね、長押ししてあげると、はい、35% ですね。まあ、そりゃそうだよね。このご時世 25% じゃ生きていけにべ。ということで、ゼロを使っていきます。多色なんで、またね、皆さんの、ジンマシンが出るような、ノクタリアを使うんですけど、ゼロ具、木のゼロ具も使ってなかったので、もう今回は全部使っちゃおうというところで、まとめて、この2人のドラゴンと美少女ですね。うん、いいね。ドラゴンと少女しかいないね。この場に男はいらず。まあ、ゼロ具は押すかもしれんけど。はい、ということで、やっていきましょう。編成何も見せてなかったわ。ノクタリアの方にはラジョアの武器です。変身しとくね。で、ズローグの方には不モフでリダチンするので、まあ、1コンボしてリダチンしていきましょう。で、もう一人のゼローグの方には、ここはペガサスでダメージ吸収対策してます。で、マリエルちゃんはディストラクションアイがもう溜まっちゃうね。どうしようかな、これ。ディストラクションアイ、次で打とうか。で、マイティブレイズをベリアルにはつけてます。まあ、いつも通りチャコルですね。で、昨夜の方には上にイノスケでさらにダメージ吸収対策してます。まあ、昨夜の絵は正直何でもよかった。はい、ということで、耐性は、あ、雲耐性だけないかもしれない。あ、あったわ、ボンタが。じゃあ完璧ですね。お邪魔目覚めだけないんで、ちょっとそこを、まあ、かわすも何も、スピカが出た瞬間かわせないんだけど、まあ、なんとかなるでしょう。裏神秘は多分ね、そこまでの壊滅的な難易度じゃないと思うので、まあなんとかなるかな。悪魔回復強化だったっけ最初ってことは、まあベリアルが変わるんですけど、完璧にまあ遊戯だったりとか、真人だったりとか、その辺がハマってくるかな。まあ呪術廻戦コラボのキャラが大体悪魔タイプとか入ってるかなと思うので、まあその辺が役に立つんじゃないでしょうか。ここマイティブレイズって遅延していきましょう。で、マリエルの上のディストラクションアイもここでちょっと使っときますね。で、一旦操作時間がめんどくさいので、まあ、ここでもう返しとくか。次で削っていきましょうか。ちょっと火力見てみますか。じゃあこんなもんで、まあ、ゼローグがね、これ一応覚醒マリエルと同じ火力覚醒はしてるんだけど、これでゼローグ18億マリエル16億ですね。で、向こうが間違えたー、ちょっと待って打っちゃった打っちゃったんだけど、どうしよう。まあいいか、突き進むか。ちょっと待ってあ、まあイノスケあるから、保険あるからまあいいけどさ。いや、今ゼローグの性能を見ようとしてさ、タップしちゃったよね。あと21ターン。まあ、最後ね、闇アルバートとかでもう一回使える可能性もあるし、で、サリアとか引く可能性もあるし、まだ大丈夫。アメリさん、落ち着いて。大丈夫。ちょっと寝てたんですよ、この撮影時間になったのは。まず、ゼローグは取ったんですよ、最低限。あー、水曜日だな、ゼローグ来てるなと思って。相変わらず出ないね、あれ。相変わらず角率がさ、めちゃめちゃ低くね。ゼローグとかファガンとかにしてもさ、絶対ね、最低5周は回されるもん、ダンジョン曜日の。あ、これ変換なんすよね。あ、ゼローグと思ったな。これ打つか。あ、でもノクタリア打ってもいいな。ノクタリア打っていこっか。光がないので光呼んでいきます。操作時間ね、だいぶ余裕あると思うんですよ。昨夜も指2秒分持ってるし、あとはゼローグも2秒分持ってる。こっちも結構ね、最近のパーティーにしては指が多い方かな、みんな覚醒が。レイアルこそ持ってないけど、他みんな1秒以上は持ってる。うん。でね、ゼロオーグ取って、もうね、疲れたわって思って、寝たんですよね、普通に。動画は、まあ、撮るとしたらゼロオーグ撮るかって思ってたんですけど、なんかもう撮る気力もなくなってしまって。でね、その時にね、まあ、よく僕 YouTube 見るんですけど、他の人の。パズドラは最近あんまり見てないかな。ホラーチャンネルをね、見てたんですよ。最初の話とつながるんですけど。で、名前忘れたな。ST スタジオさんと、今日の動画で確かね、コラボしてた人。で、その人の開かずの間の動画が怖いって言われてたから、見たんですよ。いや、結構怖かった。普通に。うん。普通に怖かったんで、ぜひ、ST スタジオの方に飛べばね、あるので、そのコラボ先の人のチャンネル紹介。いや、ホラー得意な方はね、ぜひ見てほしいですよね。気がないですよね、これ。OK ですね。多分ね、光とかでね、副属性でご利用していけるんで、大丈夫かなと思います。次、ゼロオーグ打つまであるよ。あれね、下手したらゼロオーグ全然使わずにね、ボンタ君もう一回溜まる可能性が出てくるんですよね、これ後半で。なんで、これ、打っとこうかな。ダメージ吸収無効がね、50% 以下で打てるんですよ。これを、まあ、ワンチャン使えたらいいかなとか思うんで、これ、とりあえず打ってみましょうか。まあ、前職人です、ただの。L 字がないかな。でも L 字いらないよな。ロック目覚めだってね、ロック解除だから、大体のスキルが。欠損したらロック解除。まあ、ルーレットで呼び出すっていうのがしんどくなるかなぐらいなもんなんで。よし、まあこいつは柔らかいので、これで突破できるかなと思います。昨夜の火力がやっぱすごいな。ゼロオーグも10を超えてるからね、十分すごいかなと思います。うん、無効貫通覚醒でしっかりいけそう。お邪魔女神引いちゃったか。さあこれで結構火力は出るかな。これお邪魔のロックはめんどくさいね、さすがに。水決めてねえな、俺。これ水決めて、軽減払わんとさすがに無理や。はい、ということでね、帰ってきましたけど、とりあえず、どうしようかな。もう、マリエル打って突破できなくもなさそうなんですよね。ここはマリエル打っとくか。多分ね、エンハンスかけちゃえば、普通にいけるんですよ。無効貫通結構多いので、うちは。で、だいぶ火力は出ると思いますよ、これは。まあ、昨夜は42億で当たり前に貫通して、マリエルも21億種属性は出るでしょ。ゼロオーグも貫通するね。さすがですわ。副属性まで多分結構いい火力出てると思うんですよね。さあ、7階層。覚醒無効か。まあ、ここベリちゃん打っていこう、ベリちゃん。で、ダメージ無効か、また。よし、これでどれぐらいかな。半分は多分いくんじゃないか。半分ちょい手前で止まるかな、予想。行き過ぎた。これで決まってますかね、多分大丈夫。OK だと思います。よっしゃい、強いね、さすがですわ。で、ダメージ吸収ときたね。とりあえずちょっと耐久してから行こうかな。マリエのスキルもため直しときたいし、ぼちぼち突破ですかね。そろそろ行きましょうか。じゃあ昨夜の方で行きます。イノスケ打って覚醒無効が連チャンで来る可能性があるので次、覚醒無効というか消せない状態、解除がこの後必要だったりなんやかんやするので、なんやかんやでね、覚醒無効を2枚入れとってもね全然いいんですよね、このダンジョン。こうしてあげたらいいかな。これで大丈夫だと思います。で、まあ次どっちかっていうとサリアを引いた方が楽というか、闇アルバート対策が余裕なので、木のゼロをゴールにあんまりねこいつ何役なんだろうな、本当に。お邪魔体制枠か。まあそれとしては優秀か。サリア出た、ラッキー。お邪魔体制持ってるキャラってねちょっと入れづらくて、ミアーダとかいるんだけど、あいつ今回光作んないので相性悪いんですよね。なんでちょっと不採用なんですけど、なのでお邪魔体制を持ってるのは意外とね優秀です。もう見えませんね、これ以上ね。これ以上見えないですね。はい、まあその辺の暗闇目覚めも終わるので OK。 火力いい火力出るでしょこれ。ああ、半分いかないか。これも多分、もう一回だね。よし、じゃあこれで突破ですね。固定ダメージで、OK。これが昨夜のいいところっすよね。カズル教室、僕あんま得意じゃないんで。で、一旦ここでね、来ました。覚醒無効。1回目。この次に紙結びが同時に出現すると、結局スキルターンでも変わんなかったな。若干時間かけながら行った方がいいんだけど、多分ね、咲夜さんそういうの苦手なんですよ。そういうのは苦手なんですよ、咲夜さん。そこがちょっとまあ弱い点ではあるかな。咲夜さんね、指1本触れるとね、相手が飛んでいくんですよね。力加減ができないんで、チンコで振ってきたし。ちょっと最低限で、こういうのがね、咲夜さん苦手なんでね。これもう一回やりたいね。意味のわからん理不尽な落ち込んが来ない限りは大丈夫なんですけど、これでどう？もう無理かな。もう一旦できるとでかいんだけど、ああでもまあ次いっか。もういっか。ディストラクションアイ溜まっちゃったんよねじゃあディストラクションアイを打てばいいのか。ここでディストラクションアイ打ってちょっと完璧に立ち回りたいので、ここでじゃあ1コンボスルーすればいいんだ。1コンボスルーして OK。 じゃあここでね、とどめさせていきましょう。まあいいか。まあ全力で組めば普通に飛ばしていけると思うので、18コンボ。まあこれでね、0億も18億で OK ですね。よし、で紙結びが出てもちゃんと溜まってるので問題ないです。結局昨夜の意味ないやん、出たし。はい、じゃあ、ベリアルって回復していきましょう。まあ、ここもね、半分一発で切れば大丈夫だなって思ったんで、まあ、必要なかったかなとか思ったりもしたけど、さっきのため。多分ね、全力パンチしてあげるとね、予想ね、半分ちょい超えで止まると思うんですよ。さあ、どうだ。おら！全然いかなかったわ。これで半分超えて、半分超えるのはいいけど、いけるかな次で。際どいとこだな。これで多分大丈夫でしょう。はい、ということでなんやかんやできました。でやってて気づいたのが、エスカムリの先制攻撃に耐えれなかったので、闇ダメージ軽減をこの辺とかこの辺とか、この余った2つの枠、遅延耐性振ってたんですけど、ここ闇のあれにしました。はい、ということでやっていきましょうか。マリエル打っていきましょう。回復力も下げられてるので、じゃあ最初から全力パンチでかましていきます。じゃあまず1発目、これでいい火力入ってますね。はい、じゃあ2発目半分 OK。 4発ぐらいでいけそうだけど、まあエンハンス切れるからあれか。じゃあ3発目 OK。 じゃあ猶予はあるんで、とりあえずルーレット返して、わあ不毛たまる。あっぶねあぶね、気づいてよかった。不毛たまるとこだった。あぶね。まあたまってもよかったかもしれないけど、もはやね、とりあえずちょっと待ちますね。多分ギリ残ると思います、これで。予想はさあどうでしょう。いいと思う。これでまあ行くかなどうかなって感じ。闇アルバート出てほしいな、毎度毎度のごとく言ってるけどもうね、闇が一番楽。攻撃してこないし、もう木はね、水かい話題に出してないやつ出るやん。まあいいわ、なんとかなると思います。これもゴーン言う。あ、これゴーン言わないんだ。あ、これゴーン言わないんだ。じゃあ昨夜入る。昨夜打っていい？グラビティ打てる。やった、こいつゴーン言わない。エンハンスはね、これ貯めていこうかな。これは半分切ったタイミングで、待って、いた、なんでだからさ、これ何 ?76 でいっちゃダメなの？もう、だって水アルファート、待って、お前それさ、罪じゃない？だって今のこれ耐えれんかったら耐えれんよ。だからこれって、6号に縮めた上で攻撃しようとしたのが、あ、違う、76に広、え、どういうこと？え、これが一番、ちょっと待って、俺、水のアルバートの攻撃わかんないんだけど、これって何？この攻撃。え、絶対耐えれないんだけど、しょっぱな。そして、ここで闇が来るんですね。ダメージ無効がない時に限って闇が来るんですよね。削り切っていけるか？削り切、不毛布になったんよ、あと。どうでもいいけど。グラビティは刺さらないんだ。待って、刺さらないんだ。なんでお前はグラビティが刺さらないんだよ、逆に。こいつ刺さんなきゃダメでしょ。とりあえずじゃあ、ダメージ無効、貫通。落ち込んなしだけど、しょうがないよな。もうこれ、だって、これと、もうこれ刺すか刺さないか多分だいぶ違うと思うんよ。OK。OK かな。あー、待って、左下ずれてる。あー、なんで。やっぱりね、水アルバートの攻撃ちょっとよくわかんないっすわ、もう謎。待って、火力全然入んない。頑張って。 OK、 ここでマリアルたまるんで、よし、これでね多分決めれると思います。ここで決めれるかな。光はしっかり乾燥させます。 OK でしょう。多分これで決まったと思う。これでよいしょ。 OK。 まあダメージ無効のねズローグのスキルも生きたというところで、はい、まあ強いけどだったらマリエルとかでいいよねって思いました。うん、まあ正直そんなから、まあただ3色攻撃強化4つ持ってるんで火力はねしっかり出せるんで、いいサブキャラにはなれるかなって思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。いや、朝4時半だべ。